鹿児島県鹿児島市薄木薄木は、鹿児島県鹿児島市の町名。旧谷山郡谷山郷薄木村、鹿児島郡鹿児島近在薄木村、鹿児島郡中、氷堺村大技、薄木、鹿児島市薄木町。薄木一丁目から薄木九丁目までがあり、薄木一丁目から薄木九丁目までの全域で、住居表示を実施している。 人口は14,641人、世帯数は7,199世帯である。郵便番号は、薄木1丁目から薄木9丁目までは890の0073。鹿児島市の中部、脇田川の中流域から下流域に位置している。町域の北方には、広木、南群元町、南方から西方にかけて、桜ヶ丘、西方には、紅葉、 小原町、東方には、西紫原町、市原、日の出町、南新町、南方には、東谷山、東海町、小松原がそれぞれ接しており、東方にある、マリンポートと呼ばれる、人工島を町域とする中央港新町にも接しており、鹿児島港臨港道路の一部を構成する、マリンポートを橋によって、マリンポート鹿児島島と薄木に町目が結ばれている。 町域の東部を、鹿児島県道217号群元、鹿児島港線、国道225号、鹿児島市電、谷山線、九州旅客鉄道伊ぶすき枕崎線が南北に並行して通っている。鹿児島市電には2軒、茶屋電停、臼木一丁目電停、脇田電停が設置されており、伊ぶすき枕崎線には、臼木駅が設置されている。また、 近年では町域を東西に通る都市計画道路の薄木広木線があり、その沿線では薄木中間広木地区区画整理事業が行われている。教育施設は薄木4丁目に鹿児島市立薄木小学校がある。また町内にある薄木商店街は一時期はイオン、鹿児島ショッピングセンター等の大型商業施設の相次ぐ出店によって活気を失いつつあったが、 2009年度の内閣官房による地方の元気再生事業や中小企業庁による新・頑張る商店街77線に指定されるなど再び活気を戻しつつある。1974年度時点の薄木上空の航空写真、国土交通省国土画像情報をもとに作成薄木という地名は鎌倉木より見え薩摩国谷山郡のうちであった。 県治二年の山田忠実から直久への譲り上に、谷山の氷の内薄くの甲とも言えるのが、薄木の地名の所見であると考えられる。また地内の水田が、復生時に寄進されている記録が残っているが、後に、島津元久により、治療の禁制が出されたとされる。江戸期には谷山軍、谷山号のうちで、古くは山田号に属していた。村高は、 天保号庁では1530国余り、休校給料では755国余りであった。1871年より谷山軍から、鹿児島軍鹿児島近在に所属を変更した。村域内には山川路、伊作王館が通っていた。1889年4月1日に町村制が施行されたのに伴い、それまでの鹿児島近在のうち、中村、 氷本村、臼杵村の区域より、中高利堺村が発足し、江戸期の臼杵村は、中高利堺村の大技、臼杵となった。1934年8月1日には、中高利堺村の全域が、鹿児島市に編入されたのに伴い、大技臼杵の全域は、鹿児島市の町名、臼杵町となった。支払台地など、周辺の大地での住宅地開発が、 盛んに行われるようになり、それに伴い1970年には、薄木町の一部が日の出町、市原一丁目から市原七丁目に分割された。また同年に、薄木町の一部と、群元町の一部より、薄木一丁目、薄木二丁目、薄木三丁目が設置された。1978年には、桜ヶ丘団地の区域から桜ヶ丘一丁目から、 桜ヶ丘7丁目が成立し、薄木町の一部が桜ヶ丘に編入され、1982年には、薄木町の梶原狭間団地の区域より、西紫バル町が分割された。1990年には、薄木町の一部より薄木4丁目及び、薄木5丁目が新設され、一部が、西紫バル町、市原3丁目、日の出町に編入された。 1996年10月28日に薄木町の一部が桜川丘6丁目に編入され、1999年に薄木町の一部が市原3丁目の一部に編入された。1991年頃より、町域の中央部を通る指導薄木広木線の、急動の渋滞対策及び、住環境の改善を目的とした、区画整理事業が着工された。 2010年2月15日には、薄木町の一部を薄木4丁目及び、薄木5丁目に編入し、薄木6丁目及び薄木7丁目を新設した。2011年2月14日には、薄木町の一部から薄木8丁目、薄木9丁目を新設し、薄木町の一部を桜川丘7丁目、市原5丁目に編入し、一部より、紅葉2丁目が新設された。 2013年2月18日に残存する薄木町の内長仮地区が薄木6丁目、なべけうっと地区が薄木9丁目、その他の区域が広き2丁目の一部及び同日に新設された広き3丁目の一部となった。これにより薄木町のすべてが薄木、または広きの一部となり、薄木町は消滅した。公共教育自社商業私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。九州旅客鉄道いぶ枕崎線、鹿児島市交通局鹿児島市電、谷山線国道県道市道鹿児島市交通局、鹿児島交通などによるバス停留所がある。ありがとうございます。